はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクでデン SS さんですね。はい、いつも元気にありがとうございます。元気ですか？元気ですね。デンさんは本当いつもご注文時に一言書いてもらうんですけど、書いていただいてるんですけどね、とても元気ないい印象です。はい、とってもこうね、まあ職場で働いてたらしたら職場をこう元気にしてくれるんじゃないかなっていう感じの、はい、好印象です。じゃあいきます、せーの。はい、じゃあまずはね、左上、はい、スケーターですね、トニーホーク。スケボーエクスポーツとかどうですか？ちょっと見る？トニーホークさんも伝説的なスケボーのレジェンドですね。トニーホークさんとか同時期あたりかな、スノボーがまあ流行り始めた時とかね、よくブライアン・イングチさんとか、ね、スノボー来てましたね。まあまだスノボーがこうゲレンドに2、3人、4、5人なんか邪魔なこうプレッシャーをこう、はいね、うん、感じながら滑ってる頃でしたね。まあ何年前かっつったら、店長で言うともう32、3年前か。早いな。はい。トニーホークさん。ね。よくビデオで見てました。レニー・ウィルケンさん。はい。25シリですね。うん。いや、このデザインがね、なんかいいですね、やっぱり。デンさんはバスケがメインで、野球っていう感じですかね。とりあえずこれどのジャンルが出るのか全くね、偏る場合はね、アメフト3枚とか出る場合とかもあるんで。はい、で右下、あ、2回目ですね、見たの。マッシェラーノさん、7シリです。これはシルバーのなんつうんだろうね、リーフさんの場合アトミックなのかな。ちょっとわかりませんけど、はい、7シリ、サッカーのアルゼンチン代表のね、マッシェラーノさん。レジェンド扱いなのかな、どうなのかな。はい、センターバック、写真もいいですね。はい、でちょっと待って、静電気。はい、左下は、はい、おー、エミット・スミスのプラチナム、ピュアのプラチナムっていうシリーズなのかな。これ、初めて見たかな、このデザイン。これ、多分初めてっぽいようなイメージですね。見てないかな。これとこれはね、このデザインがあった後、このキラキラが一回見て、これもあるよね。で、これもちょいちょい出てるんで。これちょっと初めてかもしれない。エミット・スミス。いや、ダラス・カーボイズのね、人時代を築いた、エイクマン、マイケル・アビン、エミット・スミス。トリプル X でしたね。すごかったですよ。まあ、あの時のダラスは、まあ、エイクマンのパスも良かったんですけど、どっちかというとエミットのランから始まって、っていうところが多かったかな。見てた限りだと。で、また抜けちゃうんだ。すごいっすよ。はい、あの低姿勢でね、下半身だけ回転してるような、そんなイメージです。穴を見つけて、そこを抜けるのが早かったですね。はい、瞬発力なのかな。すごかったです。はい。エミットは初めて見ましたね。トニーホークさん、マッシュライノさんとか見てますけど。はい。このデザインもいいですね。プロセット、なんて書いたんだろう。あ、プロセット、プラチナムって書いてあるのかな？前になんかあったのかな、じゃあ。なんか見覚えあるんですよね。こうなってんの。なので、結構90年代から見始めてた。まあ、どのね、ジャンル、90年代の方には結構ツボなのかなっていうところですね。
はい。ということで。4つのジャンルで出ましたね。ジャンルが被んなかった。はい。というやつです。サッカーが、まあ、ちょいちょいこう出てくれるんで、かなり印象はいいんじゃないかなと思います。うん。まあ、Xスポーツはね、そんなにいないと思いますけどね。トニオクさんが2回見てるだけかな。他にはいないですね。うん。いや、Xスポーツもね、日本人の兄弟とかね、いろいろいたんですけど、まあ、オリンピック種目の前だったんでね。まあ、彼らもいい功績をね、残してますもんね。はい、ということでね、こちらで、今日発送いたします。またぜひね、チャレンジしてください。ありがとうございました。